な光か分かんないけど先にちょっとだけ光ってるのをもうどうにかそこだけ見て頑張ってるみたいな、だいぶしんどい状況だったんですけど、その中でそういう話をもらって、で誰かいないかなっていうことで紹介してほしいみたいな感じで言われたんですけど、すいません僕に行かせてくださいっていうことで返事をして、全然いいけど仕事とか大丈夫かっていうふうに言われたんですけど、まあ正直全然大丈夫なかったんですけど、まずチームですよね、チームでサッカースクール、 AC ミラノのサッカースクール、フットサルスクールで、まあチームのスクールの子供たち、親御さんもそうですけど、で夜の仕事とサッカーバーでの仕事のところ全部に行くって決めたらもうスイッチ入っちゃったんで、でもしそこに行けばプロとしてお金をもらってプレーできるということで、もともとはアジアに行っても意味がないと思ってました。自分の住んでる国よりもレベルは低い場所だと思っていたので、そこに行ってプレーする意味があるのかっていうふうにその当時は思ってたんですけど、あ、もともとヨーロッパに行く前で、ヨーロッパに行ってサッカーを思いっきりやりたくてもできない環境に身を置いた時にその話が来て、ぜひ僕に行かせてくださいというふうになったので、まあそこで行くことにしました。で、まあ全部のところに行かせてくださいお願いしますって頭を下げて、頑張ってこいよって言ってくれる人もいれば、当然いやいやこのタイミングで何みたいな感じでちょっと嫌な言い方をされたのもあったんですけど、それはもう僕の勝手なんで、僕が悪いのでもうしょうがなくて、ただやっぱり自分の人生でもうその時サッカーしたいっていう気持ちがもう強かったので、まあそれはもう謝って行かせてもらうことにしました。で最後働かせてもらっていたスポーツバーのオーナーと話した時に、まあオーナーは本当にすごく良くしてくれていたのですごい止めてくれたんですけど、ただ僕もサッカーがしたいということで最後は行っていいっていうふうに言ってくれたんですが、まあ条件としてもし契約できなかったらこの店で店長やれっていうふうに言われて、僕もはいと言って行きました。だからまあ本当にもう引退をかけた挑戦というか、サッカー人生の全てをかけて行きました。で、タイの3部リーグのチームに行ったんですけど、すごい田舎町のカラシンという町で、で練習参加どれくらいしたか分かんないですけど、1週間か2週間かちょっと忘れましたけど、ただ練習参加した時に本当に命かけてたし、ここで契約できなかったら俺のサッカー人生が終わるっていう本当に全てをかけていったので、そういう気持ちが強い時っていうのはやっぱりなんかこうね、引き寄せるというか、紅白戦でも組んでもらった練習試合でもいい結果を出すことができて、無事契約はできました。まあ最初に言われていた給料よりはちょっと低かったんですけど、それでも十分生活できるお金だったのでもう喜んでサインしました。その時のユニフォームちょっとあるかな、その時のユニフォームです。これがホームで、これがアウェーですね。名前も入って、これが初めての名前の入ったユニフォームだったかな。すごい嬉しかったですね。はい、そのチームに加入してデビュー戦で決勝ゴールダイビングヘッドでなんかすごいぐちゃぐちゃってなったゴールだったんですけど、ドンが決めて、まあ一応そこでプロとしてスタートできたっていう感じですかね。ラトビアにいた時は固定給はなくて勝利給をちょろっともらっただけだったので、生活することはできなかったので、本当にサッカーのお金だけで生活できるようになったのはこのタイのカラシンでの契約を結んでからがプロのスタートでしたね。はい、まあなんで今回こういう動画を撮ろうと思ったのかっていうところで、